パフォーマープロミスは日本の競争場。主な勝ち倉は2018年の日経新春杯及びアルゼンチン共和国売2020年のナルオ記念。場名の意味は約束を果たす。2012年2月8日に北海道阿比町の農山ファームで誕生。一口場主法人サンデーサラブレッドクラブより総額3200万円で募集され。 ノーザンファーム早北で育成された。育成時代から体質の弱さから思うように調教が進まず、デビューは遅れる。3歳9月のスーパー未勝利戦で、ようやくデビューを果たすと、7番人気という評価であったものの、競馬相手にデビュー勝ちを収める。3ヶ月ぶりの2戦目、そこから5ヶ月ぶりの3戦目も勝利して、デビュー3連勝を果たす。しかし、当時は、 人影曰く、一層ごとにガタッと来ていたという状態で、その後も感覚を詰めて、レースに使うことができず、出世は遅れた。5歳の夏にノーザンファーム早北で約4ヶ月間、調整された頃から体質が強化され、順調にレースに出走できるようになる。同年末のグレートフルステークスを制し、待望のオープン入りを果たした。年明け初戦の日経新春杯では、 重症初挑戦ながら一番人気に押され、逃げるロードバンドールをゴール前で、首差らえて6歳にして、初の重症勝ちを飾った。その後は、天皇賞、春を目標にするプランもあったが、宝塚記念を目指すことになった。前哨戦の目黒記念三着を経て挑んだ、宝塚記念では四番人気に押されたが、見せ場を作れないまま9着に敗れた。宝塚記念後は、 休養を挟んで、京都大商店で、復帰予定だったが、熱発のため枠準確定前に出走を取り消した。仕切り直しの一戦となったアルゼンチン共和国媒を、コルモオドノヒューキ場で勝利し、重賞2勝目を挙げた。年末のアリマ記念には、クリスチャン・デムーロとのコンビで出走したが、14着と、大敗を喫した。2019年は、初戦の京都記念で4着となった後、 天皇賞に直行。カチウマ・フィエールマント2着のグローリー・ベイズには、離されたが2番人気、エタリオーには先着して、GI で初の馬圏内となる3着に入った。しかし、レース後に右頭骨炎移端骨折が判明し、長期休養に入った。2020年、京都記念で復帰することが発表されたが、骨膜のため回避した。その後、復帰初戦となった。 ナルオ記念でラブズオンリーユーに花さで勝ち、1年7、か月ぶりの重賞勝利となった。秋に入り、京都大賞店は6着、第40回ジャパンカップは11着に終わった。2021年のダイヤモンドステークス出走後に、右講師第一子骨の骨折が判明し、手術を受けたが、そのまま引退することになった。滋賀県立東市の TCC セラピーパークで乗馬となる、予定。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。